皆さんこんにちは、簡単折り紙です。今回はちょっと変わった紙飛行機の折り紙をご紹介したいと思います。今からもう50年近くぐらい前になると思うんですけれど、私が幼稚園に通っていた頃に年の離れた姉から教えてもらった紙飛行機の折り紙になります。この紙飛行機なんですが、鳥が羽ばたくようにして本当によく飛ぶ折り紙の飛行機になります。では早速折っていきましょう。用意するものは15cm×15cm の折り紙が1枚です。では色がついていない方を表にします。そして対角線上と中心を通る線に折り目をつけていきます。折り目がついたら折り紙を半分に折りたたみます。そしてついている折り目を利用して折り紙を半分に折り目がついたら折り紙を半分に折ります。そしてついている折り目を利用して中割り折りをしていきます。逆側も同じようについている折り目を利用して中割り折りをしていきます。そして折り紙を持ち替えて、ここの縁が中心の線に揃うように三角形に折り紙を折り返していきます。逆側も同じように折っていきます。そして次にこちらの縁がこちらの中心に揃うようにまた三角形に折り返していきます。逆側も同じように折っていきます。次に
この部分を一度開きます。そしてここの上の部分、ここの縁が先ほどつけた折り目に揃うように折り返していきます。逆側も同じように折っていきます。そして先ほどの部分を元に戻します。そしてこの三角形部分をここの線に合わせて折り返します。折り返しが終わったら一度元に戻して、ここの三角形部分を開いて、ここの三角形の角をここの袋状になっているところに差し込んでいきます。逆側も同じようにここの袋状になっているところにここの三角形の角を入れていきます。そしてここの線に合わせて羽になる部分を折り返して折り目をつけていきます。逆側も同じように折り目をつけていきます。これで飛行機の完成なんですが、一般的な紙飛行機のようにつまんで飛ばすということはできない飛行機です。飛ばし方なんですが、この部分をこのようにつまんで上から少し下に向けて落とすようにふわっと投げると羽ばたくようにして、よく飛ぶ折り紙になります。すぐどちらかに向かってポトンと落ちてしまうことがあるんですが、だいたいこの羽の角度が揃っていないとそういうふうに飛ぶことが多いようです。少しコツをつかむまでは、何回か飛ばしてみないと、きれいに飛ばないと思うんですが、コツさえつかめば本当によく飛ぶ鳥が羽ばたくように本当によく飛ぶ、飛行機の折り紙になるので、ぜひ折って飛ばしてみてください。